サラマイカは、スペイン、マドリードの行政区。2008年の調査では、人口は14万7707人である。西はセントロ、北はチャマルティン、東はシューダーリネアル、南はレティーロの各区と接している。以下の6つの地区がある。旧市街の北東部にあたるサラマンカの最古の部分は、1860年のマドリード拡張計画によって作られた。 サラマンカとは、都市計画を推進した、政治家、サラマンカ公爵ホセデサラマンカ今ヨールの名から名付けられた。1927年に都市化が完了した。ラギンダレラとフエンテデルベロは、循環の外で発展した部分である。ビリアヌエヴァ通りが、枠となっている、クラウディオ・コエリョ通りとゴヤ通りは、大規模な場所用玄関、中には、3階から4階の間の建物の、 高さといった様相の邸宅を保存している。これらは拡大時期の建物で、20世紀初頭の建物は、ビリャヌエヴァ通りとラガスカ、ゴヤの間にあり、かつてはホテルだった頃の原型を留めている。レティーロと向かい合うインデペンデンシア広場は、1874年に新しい通りを建設するため廃止されるまで、闘牛場だった。サラマンカ区誕生以降、この区は、 マドリードのブルジョワ階級の代表的な住宅地となった。現在のサラマンカ区はマドリード有数の富裕層のクラスエリアで地価も高い。また、区内にはスイス大使館、アメリカ大使館、カナダ大使館など外国公館が多く設置されている。ノートスワイ、コンセプトスでインフォーマシンデロースディストリートス、フィカークアイボーイコール2006から2009デロースディストリートス、 フィカークアイボーイコール2006から2009ありがとうございます。